はい、ということで今日は今から玉泉洞に行っていきたいと思います。イエーイ。よいしょ。おっと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 。はいはい、ということでまあそういう感じです。ねえ、適当すぎるよ。適当すぎるって。まあまあまあ、こうなんかもう改まった感じじゃなくてね、もうゆったりと行きましょうよってことですよ。そういうこと。はい、ラフにね、ラフに行きます。イエーイ。それでは行きましょう。レッツクリック。天井が近いです。すっごいです。さあ、玉泉洞の中でございます。もうほら、冒険してる感じすごくね。本当だ。あれみたいな。そのままだ、言おうとしたこと。どういうことだ。なんでなんで。洞窟探検。いや、まんまや。それは別に何も例えようともしてない。ただのそれ。それはただのそれ。そうだね。すごいよ、ほら見て。すごすぎる。いやー。風を送ってくれるハニーちゃん。だってカメラ持ってさ、大きいカバン持ってさ、暑いでしょ。ありがとう。この風は本当に届いてるのかどうかっていう感じだ。風だけど。おおおおおおお。やばいね。すごいよね。すごいな。水面も綺麗ね。ライトアップでこんな綺麗なんですね。すごい綺麗。はい、玉泉洞行ってきました。行きました。見て。はい。じゃじゃん。おお、可愛い。いいね。こう写真を撮ってくれるサービスがあるからさ。あるね。ね。かわいい。いい感じで撮れたよ。めっちゃいい感じね。うん。記念に。これはなんかちなみになんか鍾乳洞のなんかポーズらしいよ。あ、だからね、下から生えてる鍾乳洞みたいな、なんかニョッキーみたいな。うん。なんか合成みたい。まあ生えてる合成だからね。あ、そうだった。これ合成だ。そもそも合成だから。そうだった。合成みたいじゃなくて、そもそも本物じゃないっていう。アホすぎん。そういえばそうだった。暑い。下暑い、やばい。もう沖縄は暑いぞ。沖縄も暑いです、うん、4月末沖縄暑いです、はい。はい、三段下にやってきました。玉泉洞内の出入り口のところにあるカフェになるのかなって言ったらいいのかしら。ここの、なんかぜんざいが、ハニーちゃんのおすすめらしいんですよ。そうなの。全然食べれるけど、あんま好きじゃなかったわけさ。何の音これ。飴飴でぜんざい食べてみたら、はっ美味しいって思って、もうそこから食べれるようになったね。きっかけなんだじゃん。そうそうそう。来たよ。来ましたね。はい。うん、美味しそう。食べていいよ。パリパリ系だ。食べていいよ。いただきます。うん、美味しい。いいね。やっぱさ、ミートが好きだったわけ。それプラスタコス。もうこりゃ最高だ。うん、いいね。うん。とりあえずいただきます。はい、あ。え？どうせくれないんだろ？あげるよ。あげるあげる。うん、本当にくれた。うん。おいしい。生き返る。これ生き返るよ。どう？うまい。ああ。何？黒糖がいいね。うん。うん。うん。何？あ、もちうまい。うん。食べていいよ。食べていいよ。じゃあ、いっぱい氷食べていいよ。ないよ。冷やして、体。もう冷えてる。本当？ちょっと明るくなってきたっぽいな。うん。太陽出てきてる。ね。カメラだけ一番。